C の主な面白そうなアトラクション、一緒に乗ってほしいランキング、一緒にトップ3の、いやいいね、ちょっと待って、絶対に決めたい絶対に決める、これは C だ。じゃあ C で行くわけってね、うん、じゃあ C をもうプレゼントします、はい、やった、うん、うん、僕がもう全部チケット用意します、やった、で2人で行ってきてもらって、はい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 、乗ってほしい、うん、ね、ランキング、で絶叫はどうなんだっけ、なんだっけ、絶叫以外で、まあでも2人のさ、これ写真とか残した方がいいんじゃない、残したいなこれは残したい、じゃあだったらやっぱ1位はタワーオブテラーに乗ってきてもらったよね、うーわ、うん、一番愛おしくなかったやつ、グーンって落ちるやつ、うわあ、それだけを一番愛しくなかった。でも2人でめちゃくちゃいい写真撮れるよ、タワーオブテラーは。確かに、こうやって前掴んでうわーみたいな、うわー、え、でもあれっていつ落ちるの、あ、だから一番、なんか2回ぐらい落ちる、一番上まで行ってガーンと落ちて、もう一回、いつ撮られるの、多分1回目じゃないかな、1回目の落ちる前、落ちた瞬間ぐらい、あ、瞬間かぐらいに、あの、もう一番一緒の顔してる、そう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 でもそういうのもいいんじゃない、確かにな、まあ、いやー迷う、それはタワーオブ、いやもうこれ言ってもらいますタワーオブテラ、ま、迷ってもダメだったんだタワーテラ行ってもらって、うん、まあ、ね、なんだろう、あれとかやってほしいな、あれもうなくなっちゃったのかな、なになに、あの水の中をこう普通にただ走る、うん、なんかこうコーヒーカップみたいな、なんて言うんだろうな、多分行ったら分かると思う、なんか、昔ストームライダーがあったとこら辺にある水の上をただ2人でこうやって走るカートみたいなやつがあって、それはめちゃくちゃいいかも、全然怖くないし、あ、それいいね、それはめっちゃいいと思う、はい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 、そこら辺かな、あ、普通に絶叫系来なかった、絶叫系はいや、これさ、絶叫系さ、選ぶじゃん、結構マジで怒られるから、本気で、あマジふざけんなよって、はい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 、結構ね、腹立つからあいつ、うんうん、それに関してはわかるわかる、だからまあね、と、うん、でもやっぱ兄貴とのほんわかした雰囲気で言うと、うん、やっぱさっきの水の上をちょっと走る、あ、名前ちょっと分かんないけど、カートみたいな、はい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 、で、あとなんだろう、ラスト1個、ラスト1個ね、ラスト1個ね、まあなんかゆっくり話せるみたいなの結構いいよね、ゆっくり話せる、話せてって、うん、レールってないか、アトラクションで言うと、まあでもさ2人でさ、うん、パレード、あ、パレード今やってないんだ、パレードはね、コロナ禍になってね、うん、やんなくなっちゃったんだよね、まあ残念だね、そうそう、あ、じゃあまあ3つ目は普通に2人で、うん、なんかビール飲むとかでいいんじゃない、あ、いいレストランで、あ、いいかも、いいレストランっていうか、まあそこのレストランで、はいはいはい、はい、ディズニーの中の、ね、ディズニー中の、はいはいはい、あいつはだってよく言ってるもん、ディズニーシーはアトラクション楽しむもんじゃないと、うんうんうん、世界を楽しむもんだっつって、世界を楽しむもんだ、あ、それは共感できるわおいおい、いや多分ディズニー理論のあいつの、うん、その今言ってるやつ全部共感できるすごいね、兄弟ってマジですごいまあだからそこをちょっと3つクリアしてもらって、えれば、はい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 、ちょっとチケットは僕の方から、いや、随時できるっしょあの待ち時間3時間だろうが別に何の苦でもないし、まあね、そう、そっか、普通に兄弟話せばいいだけ